こんばんは、西陣ワイエティです。今日はね、ちょっと今川くんが欠席なんですけれども、まずは今月のね、初めにあった、NYT ラボ in 大阪梅田でございましたけれども、ご来場いただいた方、またコメントいただいた方、ありがとうございました。ありがとうございました。あのお客さんね、着物姿の人多かったね。うん、あの京都でやる時も東京でやる時もよりも一番多かったですね、うん、で着物姿多いのは多かったのはありがたいんですけど、その中でも我々が見てもあいい着物着こなししてるなみたいな人が多かったですよね、うん、絞りのね、絞り着てた人とか上級者のね、勇気着てた人とかね、ほら初釜だったのでちょっとフォーマルな、そうそうそう、お客様も普段あくまでフォーマルのものをこう見ないんですけども、うん、やっぱり初釜ということで訪問着であったり訪問着近いものでやったりお正月の柄っぽいねフォーマルで、着ていただいた方もいらっしゃいますし、あとうちの帯をね進んでいただいているお客様がちょうど同じ帯が置いてあって、置いてあって、まあ、それが3本ちょっとつづれの帯で作ったんですけど、うん、あの総絞りのね着物にうちの帯合わせていただいてね、あの僕らが思っているこんなんこういう感じで着ていただきたいっていうご提案とか以上のねこうスペックの高い結構ね高度でした着物を着たがって、我々自身勉強になりましたね。やっぱ着物検定準1級とかね2級とかね、そんなハイレベルの人もこう来てくださって、やりづらいね織物解説ね、僕らちょっと偏ってる、巻き汗かきましたよ説明の時でも、まあそういうこう本当にこう着物のこう愛好家の中でもね、ハイレベルの人までも来ていただける、まあ、イベントやったんでね、まあ、大阪なりはね京都に近いのもあって染色とのね絡みも多いのかな、すごく興味が持ってる、そういうことなのかな、そうなんだな、まあ、ありがたかったですよね、本当に。またいらしてください、ありがとうございました。そして我々ですね、2月の初め、4日5日6日と西陣織工業組合が主催します西陣織元コレクションというのを東銀座の時事通信会館ホールで、開催し、西陣ワイン3社も参加いたします。ちょっとこれ見せてもらっていいですか、はいはい、こちらねご案内状になるんですけども、2月の4、5、6ですね、はい、4日のみ、13時から、会場です。ここで一応ちょっと準備をしておりまして、で5、6と、3日間、開催をさせていただきます、はい、この中ではね我々とはまた別の、先輩方の織屋さんとか後輩の織屋さんなども来ながら約20社ぐらいかな、織屋さん、西陣の織屋さんの参加、あと、つづれの女性の職人さんの、実演もございますので、ぜひご覧になってください。あと、着物サロンでお手伝いいただいてた、カメラマンの方ですかね、そちらの方が、まあ1日、5日だけですけれども、撮影にご協力いただいて皆さんの着物姿も、いただくような、イベントになっております。サロンで好評でした。そう、ごめんなさい、もうちょっとその着物姿写真撮影ってどういうことですか、カメラマンの人が、そうそうそう、プロのカメラマンの方が、はい、まあ、着物姿で来場された方をプロのカメラマンでプロのこうライティングで綺麗に撮っていただくっていうね、そういうあの着物姿写真撮影サービスというのをサローネでやったら好評やったんですよね。どうですね、それをもう一回、西陣織も京都西陣織元コレクションでもご提供させていただこうということで、2月の5日だけですけどね、はい、行います。その撮った写真ってどうする写真もらえんじゃない、多分もらえ、みんなスマホに入れたかった、あ、そうや、データでもらえるってことですか、ちょっと詳しくは、あ、参加できてなかったので、データでもらえます、うん、もらえないバージョンを作ったもデータをもらえます確認してないですけど、まあ、カメラマンの方はいらっしゃるということで、はい、
あと、つづれ職人さんの実演っていうのも楽しみですね。うん、前回ね、6月だったんですよね、同じ銀座で西陣織元コレクション。その時はあのかすり職人の笠井さんね、あのワンエイティの YouTube もご出演いただいた笠井さんが実際に来て、そのかすりくくりを実演されたんですけど、今回はなんとつづれ織の職人のつづれ織を織ってるところを、そうですね、実際にご覧いただくと、爪かきのやつ、爪かきです。なかなか京都にいてもそんな見られることって、そうですね、少ないと思う。本当に手元でこう細かく織る作業が分かりやすいのがつづれなんで、爪がねギザギザになってる。そうです。あと各ね織元のトークショーがあるんですけど、あ、また、はい、これがまたグズグズなのか面白いのか、ね、一人一人一社一社個性というか、はいはい、緊張してはる人もいれば、うんうんうん、ちょっと勇み足で喋りすぎていらんこと言わはる人もいるぐらい。また安田さんうまいこと喋りそうですね。期待してます。よろしくお願いいたします。まあ、そういうトークショーもあるので皆さんぜひご覧ください。いかがでしたでしょうか。こんな感じで毎週動画を配信しています。着物が好きという方、作り手目線からの動画がもっと見たいという方はぜひチャンネル登録をお願いします。皆様からのコメントも我々いつも楽しみにしております。今後の動画制作の参考にさせていただいているので、ぜひコメントを気軽にお寄せください。以上、京都から西陣 YT でした。また来週。